はい、ハリケンです。いつも動画ご視聴いただきありがとうございます。今ですね、私実は UL 装備を揃えてるというお話をですね、先日のね、動画でさせていただいたと思うんですけれども、そんな中で今日はですね、テーブルのお話をしていこうと思います。テーブルってね、まあ、ぶっちゃけ、なくてもいいよという派閥の方っていうんですけど、まあ派閥って言い方もあんま良くないかもしれないですけど、テーブルなんてなくてもいいよという方もいらっしゃれば、まああった方がもちろん便利なんですけど、なくてもいけるよという言い方の方がいいですかねっていう方と、あとはまあある程度ね、コンパクトさで、あった方がやっぱり便利だよね、これがおすすめだよって言ってくれる方とですね、いろんな方がいらっしゃいます。そんな中でテーブルってめちゃくちゃね、 UL テーブルっていっぱいあるんですよ。で、私も先日ですね、仲間と登山した時にですね、テーブルみんなに持ってきてもらっていろいろね、見比べました。で、まあここがいいところでもな、ちっちゃすぎるとか、なんかここが危なそうとか、なんか組み立てがめんどくさそうとか、なんかね、それぞれやっぱ一長一短あるんですよ。ということで、今 UL テーブル沼にずっぽりとハマっておりましてですね、今回も実際いろいろ試してみるかということでですね、2つ UL テーブルをゲットしましたので、今日はね、せっかくなんでね、皆さんと一緒に UL テーブルの方をですね、見ていきながらですね、今回で結論が出るかはわかりませんけれども、 UL テーブルシリーズみたいな感じでもしかしたら続くかもしれませんし、見ていこうかなと思っております。ということで、今日ね、 UL テーブル2つゲットしたものなんですけれども、先日別の動画でね、こちらの ST350 の専用ごとくということでご紹介したこちらのね、 N プロジェクトさんなんですけれども、実はね、軽量テーブルというものも作ってまして、実は前々からね、気にはなってたんです。ただ当時はですね、あんまりこう UL に興味がなかったもので、ぶっちゃけスルーしてたんですけども、いざね、この UL に興味を持ち始めて、改めてね、いろいろと商品ページとかを見ていくと、あ、なんかすごく良さそうだな、みたいな感じで、ちょっと興味が湧いてしまいまして、今回は N プロジェクトさんのテーブル2種類あったので、2種類をね、ご紹介していこうと思います。まず1つ目、こちら。まあ、箱に入ってるんでね、なんだかわかんないんですけども、チタンテーブル S というですね、タイプと、もう一つ、こちら、チタンテーブル L というね、サイズ違いのものがありました。もちろん L サイズになれば、大きくて使い勝手は良くなるけれども、その分ね、S サイズに比べたら、重くはなります。そして S サイズはですね、L サイズに比べれば小さくはなるけれども、その分軽いということで、今回ですね、まあ、用途によってとか行く場所によってもね、どっちを持っていくかって変わってくるのかもしれないんですけれども、どっちもね、試してみたいなということで、この S サイズと L サイズ、今日はね、皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。ということでですね、今日はこちらのね、2つのテーブルをね、じっくり見ていきたいなと思っておりますので、ぜひね、最後までお付き合いいただければと思います。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでですね、こちらね、 N プロジェクトさんなんですけども、もうね、私の動画でもね、何度かご紹介しておりますので、ご存知の方もね、多いんじゃないかなと思うんですけれども、国産のね、まあ工場、日本でね、作ってるメーカーさんになるので、作りがやっぱりね、しっかり精巧にできてるんですよね。そのあたりもね、製品の魅力の一つかなと思いますので、こちらのね、テーブルまだ開けておりませんがですね、開けるまでもなくね、もういいものであろうということは分かってるんですけども、今日はね、じっくりとね、細かく見ていきたいなと思います。ではね、UL ってことなんで、まずはこちらの S サイズから開けていきましょう。こちらが、いきますよ。じゃん。あ、ケースもついてますね。ケースもついておりまして、こちらに、注意書きみたいなね、テーブルはしっかり開いた状態が水平になりますので、赤丸部分がぴったりつくまで、開いてからご使用くださいと。閉じた時に隙間ができる場合は、ヒンジに近い部分を両側からつまむとぴったり閉じることができます。カラビナをかける場合は赤丸部分でお願いします。反対側にかけるとテーブルが開きます。ああ、なるほどですね。
ヒンジのある側の、まあ、真ん中あたりにね、カラビナをつけてくださいと。まあ、軽いね、テーブルなんで、カラビナつけてですね、バックパックに外付けしてる写真とかはね、商品ページとかにね、ありました。ということで、まずね、S サイズ見ていきましょう。めちゃくちゃね、これね、折りたたみできるんで、収納サイズもね、小さいんですよ。うわ、ちっちゃ。うわ、いいですね。早速ね、開けていきます。収納袋はですね、ナイロンかな?割とね、分厚めの生地になってます。中身出していきます。じゃん。軽っ。めちゃくちゃ軽い。こちらがですね、カタログスペック上は重さが 98g というですね、驚異的な軽さのテーブルになってます。まあ、UL テーブルってね、もう突き詰めていけばですね、これもキリがないんですけども、やっぱり使いやすさ、組み立てがめんどくさかったりするとやっぱね、使うの億劫になりますし、こちらは、いきますよ。開く。うわ、この辺もすごいしっかりしてるな。もうなんか、ガバガバじゃないんですよね。しっかりこうね、テンションかかりながら開いて、あとはこの足を開いてあげるということで、まあ、基本的にはこのね、足を一回でこうガバッと開いてしまえば、2ステップで開く、足を開く、2ステップで組み立てができるテーブルになってます。あ、丈夫。なんか、私すごい商品ページの写真だけ見てると、肉抜きのためにね、これだけ穴が開いてるので、このね、天板がもっと正直ちょっと、やわやわなのかなと思ってたんですけど、全くそんなことなくて、かなりですね、しっかりした作りになってますね。こちらがサイズ感もね、測っていきましょう。サイズ感が展開サイズで、横幅が約24センチ、奥行きが約 13.、そうですね、どこまで測る?このまま天板部分だけでいきましょうか。天板部分だけだと約 13.3 ぐらいですかね。高さが約8センチになってます。まあ、これぐらいだとね、いいですよね。しかもめちゃくちゃ軽いです。剛性もかなりあるので、もう実用にはですね、まあ、これぐらいのサイズ感にそんなにね、重いものも乗せないと思うんですけども、耐荷重はこんだけ肉抜きしてるのに、6キロまでいけるそうです。ただ、これね、6キロ乗せるってことはまずないと思いますので、もう十分すぎるね、スペックになってるんではないでしょうか。で、私がね、想定している、ちょっと上に向けます。装備ですね、に関しては、先ほどですね、冒頭見ていただいた、こちらの ST350 をね、ベースにしていこうと思っておりますので、まあこれをね、テーブルの上に乗せるか否かというのは、その時の状況にもよるのかもしれないんですけれども、サイズ感のね、イメージをお伝えするということでですね、このテーブルの上に乗せてみます。こちら乗せてみると、こんな感じ。若干ちょっとね、足が出ちゃうかな。まあ、こんな感じ。まあこれはでも、乗せるんであれば、結構不安定になってしまうので、まあ、直置きとかの方がいいかもしれないですね。そうすると、まだね、試行錯誤中ではあるものの、メインクッカーは私こちらのね、スノーピークさんのチタントレック700にしようかなと思っているので、チタントレック700を乗せて、調理後のこんなの乗せつつ、あとですね、何か飲む時のコップル。これはね、エヴァニューさんのグビグビですけども、こんな感じで乗せると、これぐらいのね、サイズ感になっております。バーナーを乗せるのであれば、私の想定している350だとね、足がちょっとね、広いので、ちょっと不安定になってしまうので、ちょっと乗せて使うっていうのは微妙なのかもしれないですね。このままね、これは地べたに置いて使っていただいた方がいいかもしれないです。もしくは、OD 缶タイプのね、バーナーであれば問題なくね、使っていただけると思います。サイズ感こんな感じ。めちゃくちゃ軽いです。そして収納時のねサイズもすごく嬉しくて、やっぱりですね、荷物を減らしていく、バックパックの中に収められるですね、容量って限られてきてしまうと思いますので、この折りたたみができることによって収納サイズがものすごくコンパクトになります。こちら収納サイズも測ってみましょう。収納サイズね、このヒンジが出てる分若干ですね、この全く半分にということにはならないんですけども、
大体約 12.5センチと、まあ、奥行きは変わらないですね。 13.2 から3ぐらいですね。で、厚みもめちゃくちゃ薄くて、これ 1.6 センチしかないんですよ。 1.6 センチ、まあまあこんなコンパクトさで持ち運べて、使いたい時にはパッと開いて、あと足を開くだけ、これでね、展開撤収ができるので、さっと使いたい時に出して使う。使い終わったらさっと畳んでしまえるということで、気軽にパッと使えるテーブルとして、すごくね、使いやすいんじゃないかなと思います。あとはね、シチュエーションに応じては、この中の足を出さずに、この状態でですね、こんな感じで使っていただいてもいいかもしれないです。その場合はね、ここのヒンジ部分が少し出っ張っているので、若干このガタつきは出ますけども、基本的にこう、例えば登山とかね、そういったアクティビティの場合は、まあ、石がね、ゴロゴロしてる場所とかあると思いますので、そこでね、ある程度平行をこう、多少浮いてる状態でこう置いてあげたり、なんていうね、上を平行な面を作りたいみたいなね、感じで使う用途であれば、ここのね、多少の出っ張りはそんなにね、気にならずに使っていただけるんじゃないかなと思います。ということで、まずね、一つ目、こちらの S サイズ、驚愕の軽さの 98g。でも、耐荷重はしっかりと6キロ。まあ、そこまでね、使うことないと思います。だいたい、まあ、1キロちょっとぐらいしかね、基本的には乗せることないんじゃないかなと思うんですけれども、6キロまでね、耐えられるというですね、チタンテーブル S になります。続けて L サイズ、こちらになります。早速ね、出していきましょう。こちらもね、注意書き書いてあります。基本的に書いてあること同じですね。ここがぴったりくっつくように開けてください。ここをね、押すときっちり閉じます。カラビナかけるときはこの真ん中にしてくださいと。あ、カラビナね、かけるときですね。これ、こっちの開く側じゃなくて、こっち側にね、かけてくださいっていうことですね。こっちにかけちゃうと、ブランブランしてるうちにこれがね、開いてきちゃいますよってことだと思います。では、こちらもね、収納ケースついておりまして、早速ね、中身出していきましょう。いきます。じゃん。あ、こっちの方がね、肉抜きが少しね、少ないんですね。サイズ感がアップしてるんですけども、基本的なね、構造は、まあ、同じというかね、近いんじゃないかなと思います。折りたたまれておりまして、パッと開い、あ、この開くこの感じのこの感触もね、すごく好きです。なんか、重厚感あるんですよ。そして、足を開いてあげれば、もうこれでテーブルが完成となります。だいぶこれサイズ感違いますね。L になるとかなりでかいですね。こんな感じ。ちょっとわかりにくい？結構サイズ感違いますよ。こうした方がいいか。これくらいサイズ感が違います。サイズね、実測してみましょう。まず横幅ですね。横幅が31センチあります。奥行きが16.2 センチぐらいありますね。そして高さも若干高くなってるかな。18.5 センチぐらいなので、若干5ミリぐらいね、S サイズよりも高さが高くなってるというサイズ感になってます。横幅でいくと、約7センチね、ここが広くなってます。S サイズと比べてですね。そして奥行きが、だいたい約、こうやって比べるとわかりやすいかな。奥行きがね、2.5 センチとかぐらいね、広くなってるかなと思います。こんな感じで比べてみると分かりやすいかな。ちょっと全部ね、収まりきってなくてすいません。こんな感じ。横がこれぐらいね、広くなってます。そして、こちらね、L サイズ重量がですね、大きくなってる分、もちろん重くはなります。重さが 198g なんですけども、でも、このサイズ感で 200g 切ってくるっていうのは、かなりね、軽量な部類として言ってもいいんじゃないかなと思います。そしてこちらはですね、大きくこのね、天板が大きくなった分っていうのかな、耐荷重に関しては4キロになるんですけども、でも4キロでも、4キロ正直乗せることがあるかって言ったら多分ないので、十分じゃないかなと思います。で、同じくですね、機構が同じなので、収納するときも足を畳んで、こう折りたたむだけです。まあ私は外付けすることはあんまないかなと思うんですけども、外付けする際はこちらのね、ヒンジ側のちょうど三角になっている穴にカラビナをね、通してあげるといいということでね、先ほど注意書きの方にもありました。姉妹サイズの方がこのヒンジの分でね、全く半分にはなりませんけれども、約16センチ、まあ奥行きはね、まんまですね、16.2 センチぐらいかな。
そして厚みがこれもめちゃくちゃ、でも 1.6 ない 1.5、 さっきとまあほぼ同じですね。厚みに関してはこれほぼ同じになるのかな、ほぼ一緒ですね。すごい、めちゃくちゃこのサイズでこんなに薄く収納できるってめちゃくちゃすごいですね。これはいいなぁ。ということでですね、次にこの L サイズに私の想定しているですね装備を載せてみましょう。先ほどね S サイズだと ST350 はね載せることができなかったんですけども、こっちはね天板広くなってるのでこっちはちょうどぴったりサイズですね。問題なく載せることができます。まあこれに載せるかどうかは別の問題ですよ。まあ乗せられますということでした。先ほどの S サイズだとねちょっと足が出てしまうので不安定になってしまうので、まあ、乗せない方がいいかなと思うんですけども、 L サイズであれば全く問題なくねこの上に乗せていただきつつ調理をね行っていただくことができるんじゃないかなと思います。まあ、この上でこんな感じでね乗せて使うことも問題なくできるようになりました。さらにねバーナーはここに置かずに単純にテーブルで使うよということであれば、こんな感じでさっきねグビグビ置いてちょうどぐらいだったんですけど、 S サイズに関してはさらにまあシェラカップとかマグカップとかそういったものをね展開するぐらいの余裕がこちらの L サイズだと生まれるようになります。これはね正直どこまでカツカツにですねしたいかによってもだいぶ変わってくるかなとは思うんですが、実用的なですねいろんな場面で活躍しそうなのはこちらの L サイズの方が活躍してくれるような気がします。ただ荷物をねカツカツにしたくてでもテーブルはどうしても欲しいよという時にはこの S サイズがね活躍してくれるんじゃないかなと思います。これめちゃくちゃ軽いんで 100g 切ってるって信じられないぐらいやばくないですか。でもこれだけしっかりしたね剛性があるのでもう頼れる相棒としてですねどこかに潜めておくと、こんな感じでケースもついてるんでケースに入れてですねどこかバックパックに入れておくなんていうとですね安心してね、あテーブルそういえば俺こんなちっちゃいけど広げれば広くなるやつ持ってたわみたいな感じでね使っていただけるんじゃないかなと思います。はい、ではねここで重さね実測してみましょう。まずねこちらの S サイズなんですけれども、こちらがねカタログスペック上は 98g になってます。多少のね前後はあると思うんですけども、こちらあカタログより軽い 96.7g になっております。そしてね袋ついてくるんですけども、これがね結構分厚いしっかりした生地なのでちょっとね重さあると思うんですよ。こちらが約 22.2g ということで、まあこのねケースに関してはケースバイケースケースだけにってダジャレ言ってる場合じゃないんですけども、まあ状況に応じてねこれは使わずにこちらだけで、ね、持っていくとか、あとは第2話とかねめちゃくちゃ軽い生地で作れる方とかにね作っていただいたりなんていうケースでですねより軽量化を図る方とかもねいらっしゃるのかなと思います。まあ、軽さをね追い求めるのであればちょっとこのケースは重いので、状況に応じてね単独で持ち運ぶかケースに関しては別のケースをね使っていただくとよりね軽量に持ち運んでいただけるんではないかなと思います。そして L サイズ測っていきましょう。こちらが L サイズね、カタログスペック上は 198g なんですけども、197.9 ということで、もうほぼカタログスペックと一緒ですね。まあ、多少のね、この材料のあれとかもあると思うので、多少の前後はあると思うんですけども、まあ、ほぼカタログスペックと一緒になりました。そして、L サイズの収納袋なんですけども、こちらもね、そこそこ大きくなりますんで、重さあると思います。こちらが 32.3g ありますので、まあこれもね状況に合わせてケースを使わないで単独でね持っていくか、もしくは別のケースに入れ替えっていうのもねありなんじゃないかなと思います。ただ一点ね言えるのがこちらですね、さすが国産ということで、どこかですねこの角が角張ってしまったりとか、なんかバリがあるようなところも特にねこうないんですよ。ここもね内側に曲がってたりとか、ここのヒンジのところとかもこう触っててもね何かがこう引っかかってしまうようなところってほぼねないと思うので、まあ、このままバックパックの中とか、もちろんね中に入れるものとかのね相性とかはあると思うんですけども、
このままね入れていただいてもそんなになんかにね引っかかってしまうっていうことはあまりないんじゃないかなとは思います。ただね、他に入れるデリケートなものとかと一緒に入れる場合にはやっぱりケースとかにね入れてあげた方が安心だと思いますので、そのあたりはね状況に応じて皆さんのねスタイルによって変えていただければと思います。もちろんね標準でねこういったケースの方はついてきますので、こちらを使っていただいてもいいと思うんですけども、 1g でも軽くしたいぞという方に関しては、まあ別のケースをね検討していただくのもありなんじゃないかなと思います。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。今日はですねこちらの N プロジェクトさんのチタンテーブル2種類ですね、 S サイズと L サイズご紹介させていただきました。これねどっちがいい悪いっていうのは正直ないですね。まあ普段重さに制限なく、でもある程度コンパクトにある程度軽くして持っていきたいよということであれば、まあ個人的にはこっちのね L サイズの方が、天板が広い方がねやっぱりテーブルって使いやすいのでこっちがいいかなと思うんですけれども、でもどうしてもね荷物の量も限られるし重さも制限しなければいけない、でもテーブルが欲しいということであればこちらの S サイズ、これだけコンパクトになるけれども広げて足をね広げるだけでテーブルとしてすぐに使うことができる、この展開撤収の速さも含めてですね、この頑丈な作りも含めてしっかりとねテーブルとして実用的に使うことができるギリギリのスペックね突き詰めた感じ感、めちゃくちゃかっこいいと思います。もちろんねバックパックの中に入れられないという状況の場合にはこのあたりにねカラビナをつけてぶら下げてね持ち運ぶこともできますし、重さねわずか 98g しかありませんので超軽量テーブル、そしてコンパクトなんだけども簡単にですね広げることができるというところでですね、これもめちゃくちゃいいと思います。テーブルってねやっぱりパッと出してパッと使うということがね多くなります。組み立てが必要なテーブルの場合はパッと使うこともできないし、片付けするときもねちょっと億劫になってしまって結局出さないなんていう場面がねあると思うんですけれども、まあ、これだけシンプル、開いて足開くだけのね2ステップしまうときも足をしまって畳むだけのねもうこれだけの簡単機構なので、もうこれくらい簡単に設営撤収できればねさっと使いたいときにね出して使う、そして片付けてまた次の場所にね移動するときにはさっとしまえるということで、いつでもどこでもね使えるテーブルになってくれてると思います。ではねお値段なんですけれども、こちらね国産でチタンのね材料を使っておりますので、まあ UL テーブルってねだいたい結構いいお値段するんですけども、こちらの S サイズが 12,800 円になります。そして L サイズですね、こちらも機構は一緒です。ガッと開いてもうあとね足を開くだけということで簡単展開撤収ができるけども、天板がね大きくなっているバージョン、こちらはね中の肉抜き、多分ね強度的な問題なんだと思うんですけども、肉抜きとかも少し減ってますし、あと天板自体のね大きさパーツも大きくなってますので、 S サイズに比べると少し重くなります。約倍、 198g になりますけども、それでもこれだけ使い勝手のいいテーブルの中で 200g を切ってくるっていうのはかなりね軽量な部類になってくるんじゃないかなと思います。ということでですね、こちらの L サイズお値段なんですけども、だいぶね大きさ違うんですけれども、お値段ね実は1000円しか変わらなくて 13,800 円になっております。これはねもうどっちがいいというよりは皆さんのスタイルに応じてですね、まあそこまでカツカツにはしないけど、でもね軽い方がいいし、ある程度のテーブルのね天面の広さも欲しいよということであれば、この L サイズ、もう俺はめちゃくちゃカツカツで行くぜという方はですね、この S サイズがねおすすめなんじゃないかなと思います。私もこちらですね、どちらもその時に行く場所とかですね荷物の量とかに応じて使い分けをしながらですね、どちらでも楽しんでいきたいなと思っております。収納サイズがねこんな感じでめちゃくちゃねちっちゃくなってめちゃくちゃ薄いんですよ。これも魅力の一つですね。ということで今日はですね N プロジェクトさんの UL チタンテーブルの S と L ご紹介させていただきました。概要欄の方にねリンク貼っておきますので、気になった方は詳細チェックしてみてください。それでは本日の動画は以上となります。よろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。Tell you, you see it in my eyes.
can do